はい、皆さんこんにちは。ということで今日はね、とあるクエストに入り落ちしてたんで、それに入ってみたいと思います。ポン。はい、ということでこちらですね。はい、まあ見て分かる人は分かると思うけど、これカレンネイビスね。はい、で俺が今入ってるのはマックのマクドナルドのカレンネイビスね。はい、まあ、これはね、クリアすればマクドナルドのね、コラボの、カレンネイビスが手に入るということで、まあ、だいぶ可愛らしいんでね、ぜひゲットしてもらいたいですけども。で、ここでね、まあ、注目というか、まあ、ポイントなのは、一つは、運枠、勇気ということでね、まあ、ソードアートオンラインの、キャラクターですけども、まあ、運極にしてもね、ちょっとじゃあどこで使うのみたいなことで結構、まああるわけですけども、まあ、今回は、まあ、カレン・ネイビスに関しては、勇気がね、かなり適正ということで、はい、まあ、こんな感じで。このクエストで一応地雷出るんだけど、くっつき地雷だから、まあその、誰か一人が地雷回収できることじゃいいわけで、ってなると、まあ勇気一体でも全然大丈夫ということだね。アンチダメージウォール、マイスイーパー、あれば、いきますよと。まあ、こんな感じね。マインスイーパーゲージで、アンチダメージオールで、SS ターン短縮もついてて、SS はマザーズ・ロザリオ、そして、友情コンボ次元山ということで。はい。まあ、頑張って作った運極をここでね、使える。まあ、土適正だからね、かなり嬉しいんだけど。はい。で、まあ、カレン・ネイビスもね、かつては、まあ、信長の重心化とか使ってね、やってた人多いと思うんだけども、もうルシファーがね、重心化してから、もうより早い、ね、展開になってるので、多分さらに簡単になってる。あの当時もその、まあ、強かったけどね、その信長で全然いけたんだけど、まあ、多少やっぱ時間かかってたね。うん。そのやっぱり斬撃だから、ね、座れちゃうから、うん。次元弾とかね。ああいうタイプの友情は、やっぱりそれぞれ簡単に飛んでいく技なんで、座れちゃうんだけども、やっぱダブルエナサーはね、範囲攻撃なんで、その辺がかなり、すべてをね、吹っ飛ばしてくれるっていう点で、強い友情ですね。まあ、こんな感じで。もうなんか一枚一枚割っていくみたいな感じじゃなくて、もう一気に雑魚も溶かすは、ね、なんだっけな、プロテクトフィールドのね、悪わーっていう感じでね、もうすべてをこなす。だから今はもう、俺もなんか結構ね、ちょっと時間かかったな、運極作るの時間かかったなって感じはあったんだけど、もう今やカレン・ネイビスは多分これめちゃくちゃ早いで、多分そのルシファー持ってたら、ルシファーでいけるんだったら、相当早い気がする。で、強いしね、カレン・ネイビスはね。ということで、この動画の中でカレン・ネイビスって何回言うんだって話なんだけど、まあ、ほらなんかジュース飲むみたいなね、ちょっとこう挑発的なカレン・ネイビスですよこれ。いいね、このなんか日常感がやっぱいいよな。なかなか普段見れないカレン・ネイビスの姿だって。上着も大きいね、帽子も大きい、オフの状態のね、カレン・ネイビスみたいなね。うん、一応俺ね、カナンに使える方を、運極にしてるんだけども、多分ね、もうカレン・ネイビス自体がだいぶこんな感じで簡単になっちゃったんで、多分両面つくんじゃねえかな。で、両面作っても余裕あれば、ちょっとこのバージョンの運極も作っていこうかなぐらいの感じはあるんで。ということで、こんなね、ボコボコです。ただ、マザーズ・ロザリオは、SS はね、基本的にその雑魚処理してから歌うとあんま意味ないんで、うん、ちょっとこれは厳しいんだけど、この状況だとね。こんな感じで。あー、それ割れるか。あー、これ飛んでくわ。プロテクトフィールドに飛んでいかない、これだと。あー、やっぱこうなるね。になっちゃうんで、基本は、雑魚を減らしてから撃たないとボスには飛ばないよっていう
感じではあるね。ということで、じゃああとはまあ大暴れ、こんな感じでガン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 と CS も打てるんで、どんどん打っていきます。強っ。はい、動いてる。ということで、まあ、ルシファーもね、重心化した後のカレン・ネイビス、そして、ね、ルシファー重心化の日に、ソードアートオンラインのね、コラボの勇気で、カレン・ネイビスはもう、こんな感じですよ、ということですね。はい。まあね、まあ、今回は、まあ、どっちかっていうとね、あんま攻略っていうわけじゃなくて、カレン・ネイビス今こんな感じですよっていうのと、マクドナルドのコラボが今こんな感じでやってると。で、まあ、勇気がね、運枠として、頑張ってみんなが作ったであろう勇気が、この運枠として使えましたよということですね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。